はい、皆さんこんにちは、こんばんは、きーちゃんでございます。今回は Vlog なんですけど、2日間その出かけた日限定なんですけど、イベント、コスメイベントに遊び行ったものです。ご招待していただきありがとうございます。ハグクミというね、招待制のイベントですね。その模様を、企業様には許可をいただいてますので、少しずつですけど載せていきますので、よかったら見てください。その模様一つと、実際使えるものは使ってるともあるんですけど、そういうものをプラスして、載せてあります。知ってる方も多いと思う。ビタミン C とアスコルビン酸とハードリーフという毒ダミが入ったもので、化粧水使った後に使う美容液なんですけど、まあビーガンで敏感肌にもいいみたいなんで、お風呂上がりに化粧水前に使ってみても普通に浸透が良かった。でシャバシャバ系かと思いつつ、結構とろみがねあったりして、保湿がすごく高い感じもあるし、これね、毛穴に特化したというか、毛穴の肌が整う美容液だそうなので、毛穴の悩みがある方、そしてビタミン C のものを探してる方、これいいと思いました。あのね、アルコールがねゼロで、エタノールもフリーなんだって。毛穴とかさ、私みたいな、まあ年代だとシミとかさ、たるみとかもそうなんだけど、なんだかんだビタミン C 入り目いっちゃないですか。私結構そうなんだけど、古い角質とかくすみにもいいから結構良さそうで、浸透率がめっちゃいい。あんまり経ってないけど、もうなんか保湿された感じがするし、これから化粧水がぐんぐん入りそうな気がするけど、従来はこの化粧水の後に使うんですけどね、わざとそう使ってみたけど、それでも良さそうだね。美容液も浸透させたいのもあるけどさ、導入剤的な感じで使って化粧水を浸透させるのもいいんじゃないかなって、わかんない、自己判断にはなってしまいますが、はい、そんな感じで今回使ったのでちょっとレビューしてみました。デグラージュナンバー38の美発光パーフェクトジェル、これをね、さっきちょっと流れたと思うんですけど、そこのところで、その場でね、診断、肌診断を、その中の結果でなんか何個か出てきた中で私が選んだものなんですけど、珍しくねオールインワンジェル頼んだそうで、これパールね、一つぐらいをね、肌に塗り込むだけなんですけど、こうパウチ型だから、すごいいいよね。したっけ、パール分ちょっと多かったかな。こんぐらいを普通に肌に馴染ませていくだけなんですけども、まあ、こんな感じで塗っていくということです。で、これ一応、オールインワンジェルで、シトラスフローラルってやつなんですけど、まあ夜なんでね、たっぷり塗って寝れば、それだけ保湿も上がっていいと思いますので、このね、メーカーさんどっかで見たことあるんだよね。私前もしかしたら PR 受けたことがある気がする。結構前に。それかどっかのイベントで見たのかも。その時も違うものを使ったような気がする。だけど、今回は私はこれを選んだ感じです。女性の悩みに寄り添うセリーナさんっていうね、PMS とかに特化したサプリメントらしいんですけど、これ今の私にはきっと必要なものだから、まあこれだけサンプルだけでは
つわからないとこありますけども、こういうものもありますね。粒はねちっちゃそうだよね。あ、全然見えてない。こんな感じの小さい粒。1日2粒の5日分だって。5日分だけど、ちょっと飲んでみようかな、今夜から。はい、って感じのサンプルもあります。あとはこちらのシャンプーの試供品、これねなんか見たことあんだよね。インスタ見たのかな。試供品でこれ使ってるところはちょっとあげるかわかんないけど、このメーカーさんの、シャンプーもね結構楽しみなんですけど、天然アミノ酸、アミノ酸系のシャンプーっぽいんだよね。このパッケージがとっても可愛らしくない？おしゃれ。このボトル見たことある人いると思う。結構楽しみです。こっちがね拭き取り美化粧水で、フラットな何にもない面とボコボコ面があります。ザラつきや乾燥が気になる部分にフラット面で密着させお肌になじませます。まずなじませてこういう風にしていくと、エンボス面で肌表面を優しく拭いてくださいということで、仕上げにこう拭く感じで使うもので、こういうのはねよくあると思うんですけど、こっちのね美容液の方もね全く一緒なんだけど、すっごく薄いんです。そう、こんな風にね薄いので、こういう感じの美容液ってなかなかね見ない。でこういう風に乾燥とかを感じた時はこのまま3分から5分、2枚くっついててもうこうやって貼っちゃえばいいので、はい、こういう使い方がこの2つはできるんですけども、ただ一つ問題があって、こうピンセットがついてきて入れるところがないっていうところだけですね。衛生面的なものをさ考える人もいるだろうから、こういうのがつく、なんか蓋につけるものもあるじゃないですか。そういうのをつけておくっていうのが一つの手です。こちらのメーカーさんもいただいたんですけど、ちょっと取るタイミングがなくてないんですけど、また新たに紹介させていただきます。こちらもいただいて、お土産でねいただいていたんですけど、こちらも試すことがちょっとできてないので、また後日。こちらはディールでも、もうすでに上げている商品なんですけども、スースー感もいいし、これ一本でねほんと髪がサラサラになるので、こういうシャンプー一本系ってあんまいいのを知らなかったんですけど、本当に感動した。こんなにこの1本だけでこんなサラサラになるんだなっていうのをちょっと体験できて嬉しかったです。皆さん気になってる人ぜひ使ってみて。そしてこのねチュロスもいただきました。でね、つけて食べるソースが3つあるそうで、どれにしますかって言われたんだけど、全部いただいちゃった。リンゴジャムとイチゴジャムとチョコレートです。これを食べたいと思います。チョコレートつける、そうじゃない、つけすぎたかな。うん、おいしい。チョコレートが濃厚。次、リンゴジャム。見える？こんな感じ。いただきます。うまい。リンゴって感じだね。最後、イチゴジャムです。うん。すべてね、ソース美味しいね。今回ね、試食で、この星のチュロス、出来立てをいただいてたんですけど、ちょっとね、時間経っちゃったけど、美味しかったです。
少しずつだったんですけど模様をお届けしました。こんなねたくさんのブースを回っていろんな商品に出会えて感謝です。本日は他の Vlog に一緒に入るかもしれないものでメイクシーンをね久しぶりに撮ろうと思って今回してるんで、今日はお友達と久しぶりにね気分転換で、会うのでそれを話しながらメイクしていきます。早速時間がちょっとないのでいきますね。これでスタルバです。最近これが多いな。もうね最近本当にね忙しくてあんまりね遊びに行くとか気分転換しに行くっていう時間ほぼなくて、久しぶりにねちょっと友達と会うんですよ。よく話してるかはちょっと忘れちゃったけど、スマップのファンのお友達、もう25年ぐらいかの付き合いになる、まあ、友達が3人、私含めて3人ね、遊ぶんですよ。前はさ、結構会ってたけど、やっぱりさ、もう年齢も重ねてきてさ、お互いいろんなことをやってるとさ、時間がないから、本当に、年に、あえて2、3回ぐらいかな。で、次これね。これクッションです。これ初出しなんですけど、これもね、リールとか乗ると思うんですが、楽しみなの。本当に、人と、こうやって接するっていうか、人と接するって、人と接するとなんか語弊があるんだけど、いつもほら、私、こうやって画面に向かって喋ってることが多いんだけど、それ以外だと、本当に、他にもね、これだけじゃなくてやってることはたくさん、いろいろあるし、これからもうちょっと仕事が増えてくる予定なんですけど、そうすると本当にストレスが半端なくなっちゃって、まあ自分のせいでもねそこはあると思うんだけどさ、程よく気分転換をしなきゃ、やっぱりストレスって溜まっちゃうもんでしょみんなね。だから自分のせいなんだけど、今日はとことん遊んでくるというか、遊べるところがあるんだなっていうところへ行くのね。これセザンヌのパウダーで、それがどうかというと羽田空港なんですよね。羽田空港ってさ、飛行機乗るぐらいの時しかさ、ほぼ行かない場所だと思ってるからさ、今なんか結構一日中入れたりするぐらいいろいろあるみたいなのね。何しようっていうのはわからないんだけどさ、例えばまあそういう空港に100均とかはないだろうけどさ、もしかしたらあるかもしれないしわかんないけど、まあそういうデパコスとかそういうとこでは寄ってこれないけど、まあご飯食べたりはするのはわかってるけど、そういういろいろもあると。最近こういうのに変えたんですよ。すごい、前なんか100均のさやつで適当に入れてたんだけどね、これが使いづらかったの、何が入ってるかわかんないしそうだからこれに変えたの。すごく便利です。でいつも通り眉毛を描きます。羽田空港って私昔よく福岡行くために、あのスマップのライブね行くためによく使ってたけど、それって20代の頃で、今なんか羽田空港なんか一回電車間違えてて、まあ、そっち行っちゃったことぐらいしかなくて、本当にもう立ち寄ることがほぼない場所だから、うん、だからすごい逆に楽しみで、どんなものがあるとか、どんな風な遊びができるとか、そういうのも楽しみでさ、プチコ使います。まあ、アイブロウマスカラ。みんなさ、やっぱりこういろいろなストレスを抱えて、やっぱ人間って生きてるからさ、その今日会う子たちもさ、結構なんか一人の子が、結構参っちゃってるところがあってさ、それでなんか吐き出さなきゃとか、なんか気分をすっきりできる場所、海とか最初言ってたんだけど、いつもファミレスで話すとかが多いからさ、私たち集まると。だからそうじゃなくてさ、また違う感じでね、いろんな話題もね、出てくるだろうし、眉毛ができたので、最近こう太眉にしてるんだけど、ちょっと長めの。で今日はもうすでにねリールとか出てるウップと、あこれ単体の動画も前に出てるのでよかったらのやつを使っていきます。ストレス発散ってさ、大人になればなるほど分かんなくない、どう発散していいかとかさ、分かんなくてさ、溜めがちになっちゃうよね、どうしてもね、日々追われてたりするとさ。皆さん
まだ9月といえどもう手帳のシーズンじゃないですか。決めました、来年。まだわかんないか、10月になってくるとね、みんなそろそろロフト行ったりとかなんか調べ始めたりするんだろうけど、なんか今サニー手帳を仕事用にしようとして、最近っていうかもうさすがにさ、スマホだけの管理だと手に負えなくなってきちゃったんで、毎日こう仕事をする前に管理できるような仕事用のやつを来年は持とうと思ってサニー手帳にしたの。自由にも書けるけどちょっと時間軸もあるような手帳があったから、それちょっと使ってみようと思って、毎日整理しないと今日何の投稿しようとか、例えばこういう風に YouTube 撮ろうとか、なんかいろいろこう頭の中である程度決めてやってたんだけど、それだとちょっとなんかこっちの締め切りが今日までとかわかんなくなってきて、今までの手帳はあと2ヶ月10月11月12月3ヶ月かは、今の手帳はちょっともうなんか書けなくなってきちゃって、てか自分の忙しすぎてっていう言い訳になっちゃうけど、だからちょっと変えようと思って100均でなんかいい感じのやつを見つけてこようと思って、あと3ヶ月半ぐらいはここに自由に書けるような手帳でしのいで、来年はプライベート用と、まあその仕事以外に書き込める、ごめん普通に使ってたけど、これちゃちゃさんにいただいたやつちょっと持とうと思って、最近手帳動画を見るのが、まあ、がマイブーム。手帳 YouTuber さん、手帳系のやつを出してる人たちってすごいよね。なんであんなに綺麗に、まあ、シンプルデコとかしてる人もいるけど、秋なら秋風にデコってさ、綺麗にこうシールとか貼り付けてさ、そこにちょっと空いたところに今日の出来事みたいなのとか、本当にそういうの関係なしでデコだけを楽しんでる人とか、本当みんなセンスがすごくて、もういろいろさ、こういう風にやるといいっていうさ動画を出してる人もいるんだけど、もうすごすぎてさ。っていうことで、これライト&シャドウブレンディングパレットで、それを見てるとさ、結構なんかさ参考にももちろんなるんだけどさ、もう見入っちゃってさ、私にはこんなできないなって思いながらも、でも見てなるほどなと思って、私ちょっとこう今年しっかり手帳を一応つけてきたけど、蓋を開けてみたらデコなんかできるほどのセンスがなくて、どうしていこうと思って、結局は黒い一色ボールペンと、あとちょっと女の子のシールとか、なんかそこでちょっとデコれるようなシンプルデコ、本当にシンプルなデコと、そこに書くこと書くって感じで収まったね。だからそっち系の方が私は向いてる。あと蛍光ペンとかあんじゃん、ああいうのでちょっとすごい大事なところは線を引くっていう感じで書くのに収まったね。その中でももうちょっと綺麗に分かりやすく自分なりに考えて、ペンを細くするなり太くするなりとか考えたら、私はこれが向いてるっていうのがちょっと見えてきたから、ちょっと手帳が楽しくなってきて、手帳好きなくせして書けなくて挫折をね今までしていたんだけど、それじゃダメ、やっぱり手で書いて字を書いて書き残すというのが大事ってことを最近っていうか余計に思ってきて、スマホでこうやるのもいいんだけどさ、なんかやっぱり紙に書くっていうのも大事っていうのをすごく思ったの。そうしないと頭の中整理できないっていうのを私は思ったのね。そこがさ、すごい綺麗だなと思って、ここにもちょっと載せてみた。で、ハイライトと、ハイライトはこれだとね、来年の理想の書き方はそういう風な、ある程度綺麗に見えるようにデコをしつつ、ボールペンは本当に大事で、ここ忘れちゃいけないっていうのは赤とかそういうのは使うかもだけど、基本 0.25 とか 0.38 とかの細いペンでガーって書くっていうのを目標に来年はやろうと思って、そこら辺はね、またどんなのを手帳を買ったかはまた知っても11月12月ぐらいにやろうとは思ってる。この美容チャンネルっ
ていうか美容が好きだから中心だけど、基本美容だけじゃないチャンネルなので、はい、こんな感じですね。リップです。これリリミューの発売にやっとなりましたね。リミューの新しいやつ買ったんですかね、どうでしょう。すごいいい色だよね。はい、こんな感じで今日はこんな感じのメイクで、であとカラコンかなんかやっていっていきたいと思います。でこの後ちょっとしたその羽田空港の映像が載せれたら載せて仕上がって出ると思いますよね。皆さんとりあえずこれで行っていきたいと思います。羽田空港何年ぶりでしょうか。なんかいろいろ今見れるところとか、まあ、食べるところもそうなんですけど、たくさんある中で私たちはロイヤルホストに行きました。ここで、みんな3人でご飯を食べました。ロイヤルホストってあんまり行ったことがないので、何を食べていいかわかんないけど、このニンニクの効いたバターかなんかが乗ったやつを選んで、ご飯とあとエビのオマールエビのビスクのやつと、あとこれを友達とシェアして食べたんですけど、パフェ普段あんまりね甘いもの食べないんだけど、あのね周りの人がこのパフェをね食べてる人が多くて、なんかちょっと生理前っていうのもあって甘いものを食べたくて、それでこれを頼んでしまいました。美味しかった。これは2人で十分なぐらいの量だし甘いしね。スタバ結局空港に来たから特別っていうなんかがなくて、ずっとこうやって話してましたね。ちなみに私はスタバのクーポンいただいてたやつを使ったので110円しか現金払ってないです。そんな2日間の Vlog でした。最後までご視聴ありがとうございました。